横浜市保土が谷区、岩井町岩井町は、神奈川県横浜市保土が谷区の町名。定番を持たない、単独町名である、住居表示水市区域。郵便番号は240-0023。保土ヶ谷区の南部で、西区と南区の境界付近に位置し、東に、南区清水家と、西区元久保町、西西戸ヶ谷町、南に、南大田と、長田東。 北に、片平町、北東に、保土ヶ谷町、北西に西久保町と接している。町の北部に、JR 横須賀線保土ヶ谷駅があり、その西口と東側の国道1号沿いに商店街が形成される。国道と線路の間には、パイオラックスの本社ビルがある。西口には7階建ての駅ビルや中高層ビルが立ち並び、市街地として整備されている。 駅東口から国道を挟んだ向かいには、バスターミナルや UR 保土ヶ谷駅前ハイツ、県税事務所があり、その南側は、町域の約8割を占める、標高30から40メートルの台地となる。横浜西風高等学校前から駅に向かって下る、坂和古道、金沢鎌倉道で、道沿いの臨済州県庁寺派副寿寺,寺には、実編者19の弟子の本社、半急の墓がある。 坂の上では、尾根道と交差し、角には、横浜市の登録文化財の北高地像がある。尾根道の南側は、通称、岩井源と呼ばれる住宅地で、横浜市竹岩茨中学校、横浜市立富士見大小学校も立地する。町の東端には、精霊横浜病院があり、ほどがや駅との間には、東水道を通る路線バスが運行されている。 町の南端の南区との草境近くは、清水家休校園の敷地の一部となり、首都高速神奈川3号刈場線がかすめる。生誕は環状1号が南北に通る。保土ヶ谷駅東口付近には、1932年頃には、麻のセメントの砂の採掘場があった。その跡地に、1949年4月に、国立横浜少年鑑別所が業務を開始した。 1972年4月に港南区の横浜刑務所隣接地に移転し、跡地は1982年春工のほどがや駅前配通及び東口バスターミナルとなっている。2018年2月28日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。